あ、そうだ、そらさん今日エイプリルフールですよ。はい、嘘ついた？いや、あのなんかエイプリルフールは午前中に嘘ついて午後にネタバレしをするらしいんですよ。いや、そうらしいね。だいたい僕午前中寝てるから起きると終わってるんだよね。そうなんだよね、だいたい朝に寝るじゃん俺たち。うん。あの浦島坂田線の動画見ましたか？浦島坂田線の動画見てないです。なんか上がってたんですか？昨日の夜上がってまして。はい。めちゃくちゃちゃんとやってたよ。え、何をしたの？ピーコックエポックだっけ。ああ、ピーポップあるじゃん。はい。ピーポップエポップ。はい。あれのね、あれをね、あのメタルバンドがカバーしてたんですよ。ビジュアル系かな、ビジュアル系バンドかな、ビジュアル系バンドかな。うん。カバーしててね、あのね、すごいクオリティ高かった。高かった、マジで。俺見てて誰だか分からなかったもん。見た方がいい。今一瞬見てみて、30秒ぐらい。え、すごいちゃんと。あ、まあさすがに浦島が怒ったりしないか。ちょっと見てくれ。坂田めっちゃ似合ってた。なんだこれ。サムネイル。サムネイルやばすぎだろ。坂田ね、化粧映えするんだなって思った。感心しちゃった、単純にクオリティ高くて。初実写 MV なの？浦島さん。やばいよね。え、待って、これ本人？ちょっと待って、本人なんこれ。そう。本人、誰が誰だか分かんなかったんだけどさ。すごくね。え、待って、これ誰が誰なのこれ。え、なんかね、赤いの坂と。あ、これ赤いフライング V みたいなの持ってるのが坂田んで。ドラムが千楽？ドラム千楽、そう、千楽さん。ボーカルが浦田んで、ベースが島くんかな。多分そうだね、確かに。ちょっと待って、これさ。坂田めっちゃ似合ってない？いや、めっちゃ似合ってる。坂田かっこいいんだよな、普通に。いや、めっちゃ似合ってるしさ、ちょっとあの、ちょっと、千楽くんの衣装さ、これタンクトップなの、なんでなの？途中からもうドラムを叩こうともしない千楽さん。なんかみんなさ、こうなんかの衣装なんで千楽なきゃタンクトップなの。ドラマーだからじゃん、やっぱドラマー。ドラマーってタンクトップなの。おもろすぎだろ。しかも初実写 MV という情報が今コメントにある。おかしいだろマジで。すげえ、それが初実写。もっともったいぶれ。こんなとこで使うな、そんなカードを。坂田はマジで分かんなくてびっくりしましたね。ああ、なるほどね。確かに。しかもなんか堂々としてる坂田、パフォーマンスがちゃんとしてる。メタルバンドだ。これくらいの若さ僕らも出してこう。いや、必要かもね。うん。